本日は24日ですが、25日の1時から8時までメンテナンスが行われ、生放送で発表されたコンテンツの一部が実装されます。ですので、日課は早めに消化しておきましょう。まずは、軽めのやつからサクッと見ていきます。サイドストーリーにダンシングアドベンチャー、EX ポーズ追加、ニーヤとビからのキャラソンスキン追加となっています。2月から始まる半額でサイドストーリー半額があるので、バレンタインや周年に向けてのガチャチケ回収はそこで行うと良いでしょう。次に、LB サポアビが27キャラに追加されます。毎回大量に追加されるのですが、9割ほどゴミなのであまり期待はしていませんが、たまに光ダヌアのように完全別物になるキャラも少しはいるので、そういう意味では楽しみですね。次に、アガスティア HL が実装されます。ディアスポラ系統の6人高難易度マルチであり、いつもの武器周回が待っています。闇子戦場が控えているので、今回はまだマシだと思いますが、実装から2週間ほど過ぎると一気に加速ってしまうので、序盤のスタートダッシュが大切です。武器はどんな性能になるんですかね。闇属性は、マジェスタス、アゴナイズ、フェディエルスパインなど、ドロップ武器が非常に優秀なものばかりなので、今回も期待しています。また、ディアスポラ系列では、青箱から時の勇者がドロップするようになったので、ルシフェルの限界超越や賢者採集に向けてある程度溜め込んでおきたいので、いつも以上に周回を頑張りたいと思います。次に、新たな盾が5種類実装されます。ドロップするマルチは、ローズクイーン、ゴブロ、エニアド、こういう黒キリン関係、となっています。今さらローズクイーンなんてやりたくはないのですが、今の新規ってローズクイーン周回していたりするんですかね。ちなみに、6人マルチだと救援入るの大変じゃんと思っていましたが、いつの間にか18人マルチになっていました。また、こういうと黒キリンに関しては、自発素材が限られているのに、盾のドロップ率は低いので、前線だけでは期待できず、救援がカオスなことになるでしょう。2月に師匠降臨が開催されますが、その時はツイッター救援でバチバチに戦いたいと思います。最後は、クラス5ジョブのマナダイバーが実装されます。ウォーロックの上位ジョブとなっており、得意武器は杖と探検です。探検ジョブは微妙なやつが多いので、マナダイバーにはかなり期待しています。これでパラゾニウムが復権とかしたら面白そうです。また、アビリティは効果量がわからないので、詳しくは明日見ていきますが、少なくとも刻印パが今まで以上に強化されそうです。ウォーロックの時は1アビでのみ刻印を付与できましたが、マナダイバーでは刻印を付与できるアビリティが2つもあります。闇属性は水着マギサやマナマルを採用した闇の刻印パが結構強いので楽しみですね。まあ、私は水着マギサもマナマルも持っていませんけど。また、マナダイバーは、マナベリという専用装備を使って戦うことになります。7種類公開されており、刻印が付与されている時アビダメ発動など、おまけ効果としては、全体的にどれも強そうなんですよね。しかし、パラディンの盾のように、またドロップ要素が実装され、明日は、新しい盾が5種類とマナベリが最大7種類も追加されます。盾に関しては不評な意見も多いですが、私は結構好きなんですよね。普段はダラダラフルオートやっているだけですが、たまにがっつり周回するのは意外と楽しいですし、ヒホリと比べると周回数や周回時間が短く済むのもポイントです。ということで、今回は、明日実装されるアプデについて見てきました。とりあえず明日は、マナダイバーをいち早く解放していろいろ試したいと思います。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。